どうも、アウチンです。さあ、今日も夜回り3やっていきます。よろしくお願いします。次はどこに行ったらいいんだろうか。思い出を見たところ、神社みたいなのはあったんだよね。どこだろう。あと、犬を追いかけていったところの道。どこだろうね。あれ？こんな線路みたいなの今までなかったような気が。あ、で、そうだ、この、霧みたいなのが晴れてる。この先行けるんだ。よし、初めてのところですね。ここだ。待て、なんだ。え？追っかけてくるじゃん。え、どうしようもない、なくない？おー、下はダメなんだな。何あの手、絶対無理じゃん。しかもこの足跡が赤くなっとるし、おい、どこに行けばいいのこれ。おお、お前がいたのか。多分こっち側に行かなきゃいけないんだな。え、こいつの後ろついていくか。急にこっちに向くなよ。よし、チャンス。ああ、よかった。間違いない、ここだ。間違いない。神社で玉遊びしてたんだよな。この先、竹林。迷子が多発しています。子供の立ち入り禁止。ここだな。ここじゃない？行く場所って。横断歩道だ。おそう、赤で渡るとなんかよからぬことが起きそうな気がするんだよね。おお、ないえ、怖っ怖っ。女の子だ。なんか竹の人形を取った時いたよね、女の子が。一応ついていくか。いや、なんか危ないような気もする。罠のような気がするけども、まあ、ちょっと罠に乗ってあげましょうか。おお、何？誰あなた？あ、これ石碑じゃない？さっきの壊れたやつ、文字が書いてある。三本赤竹間通抜け。三本の、あ、なるほど。赤い竹が三つあるところを抜けろっていうことか。あった！女の子が先に行くのかい？いや、違う。女の子怪しいな。行ってみましょうか。また石が落ちてる。今回はなんて書いてある？光を見ぬよう目を閉じて進むべし。あ、わかった。これを見るなってことね。はい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 。この光を見ると、まあ、何かある。おいー！危な、あれにやられるんだな。光を見ちゃうと。また石があった。なんだ？三
頭右左ら順に、なんだろう、三つの塔を左回りに回れってことかな。あ、なった。うわ、おお、左真ん中右の順に触っていったらよかったってことか。正解だったの。あー、いた。あ、よかった、セーブポイント。あ、いた、枯葉の鍵を拾った。ん、え、この子に石を、いや違うよな。ああ、ええ、ちょっと待って、もうちょい、もうちょい、もうちょい、引っかかれ。どういうこと？どういうことだ今の。で、また石があったぞ。なんでしょうか。人形へぶつけろかな。石、お金、石の順番。ああ、オッケーオッケー。ん、またある。白線の外側出ては、あ、白線の外側に出てはいけないか。なるほど、わかったぞ。全部合わせていかなきゃいけないんだ。ここを後ろ向きに進んで、で、扉を開けた先を白線の内側を通る。ここだね。白線の内側を通っていって、で、この人形だな。この人形に、石、お金、石の順番か。石、お金、石の順番。よし、これでいけたでしょ。よし、着いた。ここだ、ボール遊びをしてた場所。もしかしてあの中に次は入らなきゃいけないっていうことなのかな。この中か、もしや。あーだね。はい、では次はこの中入っていきましょう。ちょっと竹林難しかったな。それではありがとうございました。